ご紹介いただきました森喜朗です。2006年の8月に満蒙阪神首相閣下が初めて総理として日本にお見えになりました。その時私お見にかかった時に新首相は私に、ああ森さん、あなたが日本を私どものインドに近づけてきてくださった方ですね、ありがとうと言われました。大変感動しました。これから10年経ちました。今日お見えのインドの皆様方は、今度は逆にインドをぐっと日本に近づけてくださった皆さんだろうと思います。心からお礼を申し上げます。そして今回のご来日に心から感謝を申し上げる次第です。ご挨拶の前に、3月に日本は大地震に見舞われました。その時にインド政府、そしてインド国民の皆さんから大きなご支援をいただき、お力づけをいただきました。今日はその時の菅首相も今お見えでございますが、日本国国民心からインドの皆さんの友情に感謝を申し上げる次第であります。確かインドから救難隊の皆さんが確か49名でしたが、日本にお越しになりました。3月とはいえまだ寒い東北の海でしたけれども、インドの救難隊の皆さんが海の中に入って海の中の掃除をしてくださったんです。どの国もどの国もいろんな救援の仕事をしてくださったんですが、インドの皆さんは絶対に機械を器具をお使いにならなかったそうです。これは大使から伺ったんです。それは水中に物もたくさん浮かんでる、いろんなものがあるけれども、そこには受け届けにも犠牲になられた人々のご遺体がある、それをスコッパや機械で扱ってはいけないんだ、あくまでも自分たちの手でご遺体があったらお探しをすることが自分たちの務めだ、こんなことでインドの救難隊の皆さんはみんな寒い思いをしながら海の中に入って、自分で潜って自ら潜って、そしていくつかのご遺体をみんなでこうして抱いて海から引き上げてくださったそうです。その話を私はインド大使館で伺って本当に涙が出ました。そして日本人とインド人の心の金銭といいますか、触れ合うものは何かということ、そこに相通ずる宗教仏教の思想、そうしたものがあるんだなということを改めて知らされ、心から皆様に感謝を申し上げた次第でございます。今大使閣下からの新首相のメッセージのご挨拶がございましたし、インドセンターのビバウさんからもお話がございました。2000年の8月に私は日本の総理大臣として12年ぶりにインドの公式訪問をいたしました。当時はバジバイ首相とでございましたが、その両国間で結んだのが日印グローバルパートナーシップでございました。そしてそれをさらに発展を期するために今日このサミットが行われた、このように三浦さんからも三好さんからも伺っておりました。私が訪問いたしましたのは、それまで友好的に発展してきた日印関係が1998年5月のインドによる核実験のために後退した感じがありまして、これを打開する必要を感じたからであります。その時私を支えてくれた安倍首相、当時官房副長官として私を支えてくれたんですが、日本の IT 基本法を
国会でお願いしたんです。予算委員会ではそこにいる菅さんから随分厳しく鋭い質問をいただいたことを今でも忘れないんです。バージョン6って総理君は分かってんのかとこう言われましてね、いかにも理工学部出身らしい菅さん、どう答えたかは申し上げませんが、議事録にはちゃんと出ておりますが、そんなこともございましたときに安倍官房長官から官房副長官から三輪君にも相談があって、 IT を進めていくんだったらインドに学びなさい、インドの方がはるかに IT のソフトを中心に進んでいくよとこうおっしゃってくださって、私はまあ率直に言えば西側諸国がまだこの核実験の問題にこだわっておりまして、日本政府としてはインドに行くことについてはいささか異論を挟む方もたくさんありましたけれども、私はあえて訪印をすることを決意をいたしました。もともと私の年代は1937年の私生まれですから、戦争に敗れた時はまだ小学校2年生でございました。ですからインドと日本との関係といえば、私のやっぱりこう脳裏にあるのはネール首相のこと、そしてインディアラというお孫さんの名前をつけた像を日本の子どもたちに励ましてくださるために送ってくださったこと、私の郷里は石川県で非常に宗教的にはいわゆる新宗王国と言われているところでありまして、そういう意味でお釈迦様のお話なども伺って、インドとは特別にやはり親しい、そういう気持ちを持っておったことも事実でございます。歴史的にも精神的にも長い絆がある日印関係は21世紀に入ってますます重要になるべきであり、また両国は単に両国の国益の増進のみならず、共に手を携えて国際社会のために貢献する必要があると信じてまいりました。グローバルパートナーシップという名称はまさに日印両国がその関係をさらに強め、高い次元から世界のため、人類のため寄与したいとの願望を体現したものであります。それから10年余り、日印グローバルパートナーシップは二国間を強く結ぶ絆として定着し、さらには先ほど申し上げました安倍晋三さんがその後総理になられて、日印戦略的グローバルパートナーシップへと格上げをされたわけであります。以来日印関係はさらに急速な発展を遂げ、日印両国はお互いに不可欠な政治安全保障上および経済上のパートナーとなりました。インドは我が国の政府開発援助 ODA の最大のパートナーでありまして、インフラ、教育、環境、貧困対策など多くの分野で経済技術協力が進展しております。ここ数年はデリーとムンバイを結ぶ新貨物船建設計画および産業大動脈構想も軌道に乗りました。直接投資は双方向で伸びておりますが、特に日本からインドへの投資案件は質量双方で拡充されつつあり、日本の産業界にとってインドは特別に重要な投資先でもあります。去る8月に発行いたしました日印包括的経済連携協定は、両国間の貿易投資関係のみならず経済交流の幅広い分野をカバーした画期的なもので、経済関係を広範に大きく促進するものと確信をいたしております。しかしまだ道半ばであります。私たちが合意したのは単に日印関係を強化するだけではなくて、その日印によって得た果実を世界に対しどのように分かち合うか、日印双方が国際関係のために何が貢献できるかという理想も含まれていたにもかかわらず、その点がまだ十分には実現されていないからであります。そういった意味では先ほどのビデオを途中から拝見をいたしましたが、まさに日印の双方に与えられた大きな課題だろうというふうに認識をいたしております。国連の安保理を改革して常任理事国入りを果たす必要もあります。気候変動問題に対する協力も必要であります。
核兵器などの大量破壊兵器の拡散防止、東アジアからペルシャ湾、アフリカに達するシーレーンを海賊その他の脅威からアジアや世界を守らなければなりません。そして結核、エイズ、マラリア、この三大感染症は沖縄サミットで世界の各国と話し合った案件でありますが、さらにこれは日印協力の大きな対象にもなることであります。大津波、その他災害対策についても双方は知恵や技術を持ち寄って貢献する必要があります。この度の日印グローバルパートナーシップサミットが開催され、日印両国から多くの方々が参加されます。この機会に日印グローバルパートナーシップの精神を想起して、みんなでそのためにご協力をいただきたいと思います。このサミットには実に多彩な催しが企画されております。これらが成功に終わり、日印グローバルパートナーシップの第二ステージが力強く始まることを記念いたしまして、私の挨拶といたします。 Together we can。 ありがとうございました。森名誉議長、ありがとうございました。